こちらがね、エンフンの方なんですけどね、ちょっと入りませんね。これエンフンです。これは堀じゃないね。これは池ですね。一回回ってたんですがね、周回道がね、見当たらないで、ここも入れそうもないね。入れないですわ。ということは、これも堀かな。いや、池みたいなんやけどね。堀で、いや、堀やな、これ。だいぶ高台の山の上なんですけどね、こんなところに、古墳が、大型古墳があるとはね、ちょっと驚きやな。段みたいなところであるんですよ、これ。ここね。ですからね、ここ歩いた後ないがね、あ、これが堀なのかな。あれ、やっぱり堀だったかもしれないですね。これは堀やね。あ、ちょっと歩いた後あるね。歩けるのかな。ちょっと行ってみましょうかね。この辺止めたのか、ここに。ここにしゃあないからな。これと止めて。どっから登るのかな。もうここから入りますね。 U ターン禁止。ここから上がるんですね。はい、ここから上がるでしょう。何も書いてないな。何にも書いてないですけどね。ここから右に上がって、ここに管理事務所みたいなのあるんだけどね、誰か来るんかね。いやいや、誰もいないやな、これ管理事務所。いやいやいや、ここも、うん、いらっしゃるね。これ来ないでしょうかね。これは見た感じ、宮内省の管理ですね。こんな流行ってる状況ね。こちらが豊富でございます。何か書いてますか。何か書いてあるよ。宮内省が、宮内省が見えませんな。こっちからちょっと、ま、回れるのかな、これ。で、行ってみましょうか。ここでちゃんとね、道が整備されてますよ。ほら、行けないですわ。看板がないとね、さっぱりわかりませんわ。これこそね、英風やったらすごく大きいんですけどね、何も書いてないね。そこの下なんかあんね。宮内省がやっぱそれは何だろうね。中井天の皇后、新皇后。大阪にはあるのかな。これやっぱなんか、古墳でございましたね、これ。それはいいけど、わしはどっから来たんだ。ああ、さっきは、ここから左行ったんやな。これ右、これ行けないから、これ。これ神社やて。神社でしたか。神社ね、何も神社の雰囲気はないんだけどね。え、そっち越えれるか。神社でしたか、これ。
こっちが正面やな、これ、うん、ここが正面ですよ。綺麗な神社です、これ。この奥がね、古墳かもしれんね。大型古墳を見てる、回ってるつもりだったけどね。あれが行けなかったよな、あの古墳がな。ひっくるっと回ってもうたんやね。これは今回初めてこんなね、古墳回ったら全然違うとこからねえかね。ほら、行かへんわ。で、横をね、近鉄のこう奈良線かな、通ってるんですよね。ここはね、ちょっと回れないですわ、おそらくね。回れないからどうしましょうかね。ここからね、左に行って、この道を回って回ると、まだ一周回ってもらうから。あ、水ありますよ、ここにね。あります。掘り。かなり大きいですよ、ここも。これはこちらの方は掘りは使え、掘りは作れないな、こっちはね。だから掘りがなかったのかな。ここに大きな木の川があるけど、ほら、ここまでやろう。これは掘りがね。いや、掘りあるの、下にも。下もありますよ、これ。だんだん掘りが出ねえな。いやー、これ入られんか。入られんな。これ、ほら、掘りあります、これ。掘りあります。無断掘りだと、こんな掘り初めて見たぞ。巨大古墳の中でこんなやつ、珍しいですね。二段掘り。これね、みんな歩いてます、これ横。これこれね、二段掘りですからね、上7、8メートル段がありますんでね。最初がそんなやつやろうね。いやいや、あんまり人が歩いた感じしないな。あ、宮内庁になってます、これ。宮内庁です。ほうほうほう。おお、これ大きいぞ、これ。これ大きいですわ。あっこから行かれないんだろうな。こっちがね、方墳で、向こうが円墳やけどね。ちょっとね、ちょっとあやふやですね、あの辺が。なんだろう、あそこ。どうなってんだろうな。うん、ここ行けんのかな。おお、行ける。みんな、ここ行ってんねんな、みんな、これ。みんな歩いて行ってます、ここ。二段掘りやからね、ここね。亀さんが優雅に泳いでます。二段堀ね。これ大きいね、二段堀。こんなやつ初めて見るぞ。と上も一段あるんで、三段堀、四段堀になってんか、これ。そんな古墳が初めてございます。この辺は古墳、円墳はどこからかな。宮内庁、泳がないでください。これは泳げないですよ、この仰天では。宮内庁さん泳ぎませんね、こんなもん。ちょっと浅くだよな。え、まだ古墳？護岸工事がされてますよ、ここは。ね、され、どうされてます。ただね、円墳がね、後円墳がわからないですけどね、これ。どういうことだ？ここで掘りも終わってる。ほんでこれ上がった時、また掘りがある事故になると、3段掘り、4段掘りぐらいかな。あの池がいっぱいあるんでね。
可能性としてはね、段々掘りか、これ。いや、こっちにない、こっちがないってことはやね、ここに掘りがないってことは、どういうこっちゃ。おうおう、これが円墳のかな、ここからが。これが円墳か。すごい木が落ちてますけどね。おっとっと、ちょっと行ってみましょう。これは、ちょっと円墳かどうかね、ちょっとこれ周りが丸くなってんやけど、円墳かどうかちょっとわからないですね。これ緩やかな川辺が、これ円墳やな、ここは。これ円墳でしょうね。これ、ね、本来ならね、この下が堀があるはずなんだけどね。ここ下堀だったよな。ちゃんとね、草が刈られるんですよ。だからもうほんまにただの森でございますね。ただの森でございます。これ、杉やヒノキや、なんかいっぱい木々が。ここはね、ちょっとね、車で横通ってないけど、ちょっと回れないでしょうか、いうことで。ちょっとね、諦めてない、安心、半分以上ね。そっからまた売り上がってるやろ。掘りもあって上がってる。ここで終わるはずやな。この上がってるやつ、また違うやつかな。上にもね、池が見えたんですよ。これずっとね。これこんな上がってるからね、すごいこと上がってるんですよ、ここ。ほんで、いやいや、まだ続いてんね、これ、円墳。あれ、こんな大きいんか、円墳。これ、ここに堀があるってことはね、周りはね、堀を何段、3段、4段も堀を作ってんのかな。こんなやつは初めてですわ。この辺も円墳やろうか。そりゃええけど、いけんのかね、これ。いや、蜘蛛の巣だらけ。ということはね、この辺の上がったとこは違うんやるけどね、ここ。ちょっと形わからないですわ、円墳の。こちらの方はまた違うのかもしれんね。こちらの方は違うんです、これはね、おそらく。違う古墳ですよ、これ。古墳をね、2つ3つをくっつけたのかもしれんね。GPS を持ってきなかったか分からへんな、どこが歩いてるか。人が歩いたような感じはないね、ないですね。ここで行けないですわ、これで。だからこれね、これは違う古墳ですよね。ごめんやで、ここで古墳の行けるか、これ。ここもやっぱり堀があるけどね、こんな大きかったやろな。でもこんな大きかったらな、こんな大きかったら忍徳天乗りよりも大きいわ。これはすごい、この大きさは。なんか行けそうな、行けそうでないような、どうなんだろう。真っ暗なとこがあるね。ここも池がすごい横なんですよ。行けそうで
行けようでないんやけど、どうやろこれ行けないか。お、左に行ける、左に行ける。ほら、ここの行きを先見てたやろな。これはこれが後ろの円墳の後ろだとしたら非常に大きいんだけどね。ついに興奮かい、これはちゃうやろな。あの道を歩いてたはずやから、すごいこと回ってるんやけどね。この池を見て堀かなんかと思ったよな、この池ね。いや、堀の中あるよ、ここに。これこれは一個の古墳やったら相当大きいね。これでほぼ一周回ってきましたよ。もう行かれへんのかな。これ帰れよ、帰りたくないね、あんなやぼ。すごいやぼやったからね。これちょっと後で地図、航空写真でよくわからんな、これ。ここ堀がちゃんと残ってます、こっちはね。この池の横は歩いてるからね。そこで掘りは終わってるんだ。これ古墳ハンターは今日は誰も歩いてませんね。歩いた形跡がありませんわ。ここで掘り終わってる。これはね、2つの古墳が1個になってるのかもしれんな。ここに、ね、湖があるよね。これこれこれは行かれんだかな。もうなんでもこれ、これ行きまへんわ。ちょっと待ってくださいよ、バック。なんぼなんでもね、ここまで回るとはすごいこっちやけど。これが興奮っていうことやったら相当大きいですよ、これ。あの、200何メーターやったかな。240、50メーターもっとあるかもしれないね、これ興奮だ。どっからか行けんか。あそこ道あんねんけどな。この辺から行かれへん。ここ行かしてもらおうか。これからすまへん、行かとおらしてね。こわ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 、おいしょしょしょ、こわこわこわ、すまへんな。この池、でこの池ね、この池も堀かな思ったら、そこじゃないね。これは考え用水に使ってもいいね、この堀はね、池はね。なんだろう、このボーッとすんな。あら、ここ入れんかったんかいな、こっちからは。向こうから入れてどういうこっちゃなあ。こらはいかんね。やっぱりね、もう一個2個ぐらいあるかもしれないね、これね。今度下も3つあるからね。あの下もここだけでね、1、2、3、4、5、6、ここのところかもしれんな。あの出れないんですけど、ここから出ましょうか。この奥にね、堀があるはずですわ、ちゃんとね。あの堀が1、2、3段か4段ぐらいあってね。何や、堀がこんなとこ見たことないわ。これは灌漑用水ですよ、間違いなくね、これはね。
下の堀だからね、古墳の正面のね拝礼所があったんですけどね、これは後です。このここだね、この堀は後で作った可能性あるな、これ信用ならんと、この堀はね宮内庁になってます、立ち入り禁止。立ち入り禁止であれだけ綺麗に買ってあるとな、あれ歩いてしまいますよ、あんなもん。ほとんどずっと買ってあるのよ、綺麗にね。悠々としてまんな、はい、カラスさん、うん、カラスさん悠々としてありますよ。よいしょ、はい、ありがとうございました。一周しましたよ、ほとんど。入れじゃん、これ何もなんでも入られへんな、入ったらいかんな、入ってんの怒るんやけど、ここあれでいいわ。ちょっとねずっと周回道路がよく分かってないんでね、大変でしたけどね。はい、ここでした。